荒田さん、今回初めてのファンだったとっいうね、はい、ルーローに堅心シリーズの参加になりました、これ、謙信との気をのむアクションシーン、これも、も私、見させていただいて、もすごいというか、もなんと言ったらいいのかという、はい、見たことないような戦いになってるんですけれども、はい、改めて今回の撮影に参加されてみて、いかがでした参加してみてですか、はい、あこれほど自分の能力を生かせるというのかな、これほどアクションができる。 現場に携われたことがすごく役者として嬉しいことだなと思いましたこの監督とお会いしたのが撮影の2年前ぐらいなんですよね、そ<う>あ、そ,んなにそれでこの作品でアクション見せるまでどこにでもあ見せないでくれって言われでてれ言われ <laughs> そんなわがままなこと言ってた <laughs> <laughs> いや僕はその,てあのその代わり全部見せられるようにするからって言われて僕も分かりました。 へどこでもああのやりませんって言ってあでそれがこの「うろうに献身で今回僕ができることすべてやった作品です今佐藤さんもうなずいていらっしゃいましたがもうフルパワーでくるっていう,もう全部出し切るってい,ういや素晴らしかったですよもともと体が動くのは当然なんですけど、はい、その現場でのだろうな向き合い方が非常に素晴らしかったですね。とと言いますと あのー、ストイックなんですけど、そのちょっと度が違うんですよ。<laughs> そうなんですか？ド <laughs> ストイック。<laughs> そうドストイックなんですよ。ドストイック。体の作り方とかのなんかそれにそのかける思いもそうだし、本番が始まる10秒前ぐらいまでずっと筋トレしてるんですよ。え？<laughs> まあパンプアップした方がその、<あ>エニシがその服脱いでからはいいので、ずっとしてて。はあ。 腕が太かったです。<laughs> まあ確かに脱いだ瞬間おおっていうね。偉いかえかったですよ。ドストイック非常に心強かったですよ。なるほど。はい。